原初年代記原初年代記は、およそ850年から1110年までの、キエフルー氏の歴史について記された、年代記である。初版は1113年に編纂された。杉氏としつきの物語とも、初版は、キエフ洞窟修道院の修道士年代記者、ネストルの手によって完成されたと思われ、ゆえに、本書は、ネストル年代記、ネストル原稿とも呼ばれる。ネストルは、 などの資料をもとに、これを書き上げた。ネストルは、スブやトポルク二世の宮殿で勤めたため、おそらく親スカンジナビアの王の視点を共有したと思われる。年代記の前半部は、など、逸話的な話に富んでいる。1116年、ネストルの初版は、天印シリベストルによって、広範囲にわたって編集された。彼は、自分の名を、年代記の最後に付け加えている。 ウラジーミル・モノマフ公が彼の修道院が位置した、B ドゥブ1のパトロンであったため、この版では、公は神聖化されており、書の後半部の中心人物にされている。この第二版は、ラブレンチー写本に保存されている。第三版は、その2年後に完成し、ウラジーミル公、モノマフの息子であり、後継者である偉大なるムスチスラフに視点を集めている。この版の著者は、 ビザンツ関連の事柄を大幅に訂正、更新したため、ギリシア人ではないかと考えられている。この版は、一パチー写本に保存されている。原初年代期の初版は失われていて、現在発見されている最古の転写は、ラブレンチー写本及び、一パチー写本である。よって、初版の内容を単語単位で構築するのは難しい。ラブレンチー写本にの修道士ラブレンチが、 スーズガリ、ニジニノブゴロドコドミトリー・コンスタンチノビチのために1377年に転写したものである。彼が使用したオリジナルは1305年トベリ大公、ミハイル・ヤロスラビチのために編纂された写本でそれは現在失われている。年代記の記載は1305年まで続くが、899から922年、1263から83年。 また1288から94年までの間の記載は何らかの理由により除かれている。写本は1792年に有名な無神プーシキン伯爵が入手し、後にサンクトペテルブルクにあるロシア国立図書館へ贈呈された。一ーチ写本ロシア人歴史家、ニコライカラムジーンがコストロマにある一ーチ修道院で発見したものである。日本では写本が発見された。 修道院の名にちなむ、一八医者本と呼ばれることがほとんどだが、海外では、ハイプションコーデックスとよく呼ばれる。一八位写本は15世紀に編纂されたものであるが、失われた12世紀のキエフ年代期及び13世紀のハール一年代期から多量の貴重な情報を取り込んでいる。写本に書かれている言語は、教会スラブ語の東、スラブ風で多くの不規則な東、 スラブ的な表現を含んでいる。原初年代記は歴史上最も徹底的に研究された文書の一つかもしれない。多数のモノグラフが書かれ、幾度も刊行された。その最初は1767年に遡る。1908年にはアレクセイ・シャフマトフが年代記に対する先駆的なテストロジカルな研究を出版した。その後、ドミトリー・リハチョフや、 その他のソ連の史学者はそれを部分的に修正した。彼らは、ネストル以前の11世紀中期、ヤロスラフ、剣君時に、宮廷で編纂された、年代記を復元しようと試みた。ヨーロッパの修道史によって書かれた多くの中世、年代記と違い、現象年代記は、東、スラブ人の古代の歴史に関する唯一の記された、証拠である点において、極めてユニークである。 重要な訂正が、ノブゴロド第一年代記によって与えられているとはいえ、キエフ大公国の歴史に関するその包括的な記載は、他の情報源では見られないものである。また、本年代記は古代東スラブ文学を研究する上での標本としても、第一級の価値を持っている。ありがとうございます。